はい、ここを抑えていきたいですね、サイエンとしては。さあ、そしてアウト、コラー、シールに行った。あ、ナイスティール、タックル、マーカル。ゴール前のプレッシャーもね、かなり当たり強く対応してますよね。ここはヒールになりました。小沢から作ったチャンス、最後フィックスです。決めました。おっと、ボールが一応こぼれますが、もう一回フィックスだ。技を見せました。飛び込んできましたね。石井がなんとか、まあ、ちょっと狭いですね。よく取りましたよ。かなり狭いところでのプレーになりました。そして最後は倒れ込みながらダブラ。 50% 以上上げてますね、はい、森谷からケビン・ジョーンズ、一人かわしてからスリーポイント、自分が決めました。仲間に指示を送りました。ライアン・ケリー、決まりました。ライアン・ケリー、今日初めてのスリーポイント、スリーポイント構成となったこの時間帯です。一気に盛り上がります。はい、ツヤからライアン・ケリーです。また狙ってくるんでしょうか。ライアン・ケリーにはミョゴロがついている、はい、ここはフォローしてますよ、はい、3円なんとかローテーションしています。ただこれ、ケリー決めてきた。キビン・ジョーンズ、森ザネです。森ザネにここも激しくディフェンスいきますが、中通って飛び込んできた、ケビン・ジョーンズ。でここはあ、なかなか来ないですね、シュートが決まりません。これ打ち続けたいですよ。そしてここは完全に出してきた、キビン・ジョーンズ。この後ヒックスがなかなかちょっと決まらないんですね、今日ね。そうなんですよね。でヒックス選手がやっぱり、はい、あのシュート打った時の、まあ、太田選手今体張ってねリバウンド行ってますけど、はい、やっぱリバウンドが取れないケースですよね、はい、その後のこういった速攻につながられ、つなげられていますので、ソフトを挟んでここまた西とのマッチアップ、細川なんとか伝えた、通った、ヒックスです。はい、こういうアシストになりました。だと思いますよ、はい、選手たちは。ここ一戦すでに現在中地の首位、ヒックスが上がった。ここはチビアボールです。ここはキビン・ジョーンズ、難しいシュートを決めてくる。うまくファウルももらいながらね、はい、ボールキープしていきたいですよ。ここで決まると、キビン・ジョーンズ、よく決めましたね。ここはラブナから前がちょっと空いている、この2ポイントの多い状況なんでしょうか。まだ時間あります、はい、これ3ポイント差、はい、3枚に行く。まずはラブラ、ちょっとこれもわずかにリングを捉えることはできない。そしてもう残り時間がない。ゲーム終了。